日本近畿地方大阪府堺市北区北区は、堺市を構成する7行政区のうちの一つである。堺市唯一の地下鉄が区内を通り、道線が通る大阪高市線を中心に、マンションが建設され、大阪市のベッドタウンとして人口が増加している。推計人口では2004年3月に、堺区を2009年8月に、南区を上回り、堺市最多人口の区となった。 堺市の北東部に位置する。南から北方向に西よけ川、交流寺川、狭間川が流れ、最終的に区の北を流れている大和川に注ぎ込んでいる。また、区の南側では美濃川、モズ川が西方向に流れ、下田川そして石津川へ合流している。沿岸部の堺区と比べれば標高がやや高く丘陵地であると言えなくもないが、 区域は全般に平坦である。1966年の金岡東ニュータウンの町開きと大阪府道28号、大阪高市線の開通で区域の宅地化が進み、1987年には大阪市営地下鉄道筋線が中本津まで延伸し、大阪市の中心部とダイレクトに直結できるようになった。かつて区内の至るところにため池が存在していたが、 その数は減少している。ただ、区の東側には市街化調整区域に指定されているところもあり、農地も存在している。区域は7行政区の中で唯一泉国と河地国にまたがっており、五河村、モズ地区が泉国、金岡、北八ヶ地区が河地国に含まれる。ただし、五河村地区は1871年まで摂津国に含まれていた。南海。 仙北高速中本津駅、中心となる駅、北花田駅、中本津駅、三国河丘駅、新金岡駅大阪市高速電気軌道の御堂筋線が区の中心部を南北に貫いている。JR 半和線が区の西端を南海高野線と仙北高速鉄道が区の南側を走っている。御堂筋線が中本津へ延伸するまで、新かなか団地や仙香山団地には、 最寄り駅がなく、南海バスで、安子駅か、堺市駅まで出るしかなかった。堺区の触れ合いバスも北老人福祉センター、停留所から発着するが、北老人福祉センター以外の停留所はすべて、堺区内にあり北区内にはなかった。不動大阪中央環状線が、区の中心部の東西方向に、時は、ませんが、区の中心部の南北方向に走っている。 阪神高速六号大和川千茂図、八幡宮、金岡神社長瀬二三在古墳。ありがとうございます。